わかりました、オドカーさん。ちょっとあの、説明させていただきます。おう、何の？こちらの言い分というか、その…もちろん柿花さんにも謝罪させていただきますが、あ、そこ左曲がってください。オドカーさんはどうしたいですか？別に、世間に公表してやるぞとかそういうのはない。それは何よりです。次、右で。お前たちの悪行は世間に黙っててやる。ことが全て終わったらドラレコのデータもやる。つまりこっちにつかないか。お前のバックについているやつを裏切れ。この辺で止めてください。裏切るとは？お前たちは10億円を狙ってる。俺は10億円を守る。その上でお前のバックについてるやつ、こっちのバックについてるやつ、全員一網打尽にする。なるほど。今できる範囲で冷静になって考えました。こちらが得るもの、失うもの、それぞれのパワーバランス、どう考えても勝機が見えない。たった一人のタクシードライバーなんかに遊びじゃねえんだよ。お前を殺して全て奪う。出てこい。なんだ。次は顔面にマルテーロをお見舞いするよ。カポエラって本当に強いんだな。そうだよ、ダンスの一種だと思ってたでしょ。そもそもなんで始めようと思ったの？始めるきっかけがわからないものベスト3に入るわ。あと2つ何？ハンマー投げと覚醒剤。ブラジルをはじめとしたあらゆる方面に謝ってよ。